はい、こんにちは。私は水耕栽培専門店エコゲリラのリハと申します。今回はこれから水耕栽培で家庭菜園を始めたい方のために、水耕栽培とは何か、水耕栽培に必要なものは何か、美味しい野菜を作るために重要なことというのについて紹介していきたいと思います。で、はじめに、そしたら水耕栽培とは 何なのかというところをちょっと簡単に説明していきたいと思います。水耕栽培っていうのは、土耕栽培と比べるんですけど、土を使った栽培方法のことを土耕栽培って言います。で、逆に水耕栽培は水と液体肥料、栄養分ですね、で栽培していく方法を水耕栽培と言います。で、この水耕栽培のいいところっていうところについてお話していくと、水耕栽培は、虫とかが発生しにくいので、無農薬でお野菜が作れる、健康なお野菜が作れるというところがとてもいいところになります。で、そのおかげで今水耕栽培を家庭菜園でされる方がどんどん増えてきてます。で、他にも理由あるんですけど、一般家庭でなぜ広まったのかっていうところだと大きく4つあります。で、1つ目が限られたスペースでも栽培可能ということ。で、どんな容器でも栽培が可能で、手入れが簡単で初心者でも始めやすい、で、無農薬で安心安全な野菜が育てられるという、大きく分けて4つあります。1つずつちょっと細かく説明していくんですけど、限られたスペースでも栽培可能っていうこと、どういうことかっていうと、お家にあるベランダや室内での栽培が可能なので、お家のデッドスペースとかでおしゃれなキットを使ってインテリアの一部としてお野菜が育てられるというところが、とても水耕栽培のいいところだと思います。で、次に、どんな容器でも栽培が可能というところです。で、水耕栽培だと自分のお部屋の雰囲気に合った容器だったり、自分好み の容器で栽培が簡単に始められるというポイントがあります。この前動画で開けたんですけど、 IKEA でちょっとおしゃれな容器を買って、そちらでナス栽培だったり葉物野菜を栽培してますので、よかったらそちらもご覧ください。で、次に、手入れが簡単で初心者でも始めやすいっていうところがポイントに挙げられます。で、手入れが簡単っていうのは、土と比べてとても簡単です。土とかだとやっぱり外で栽培を行っているので、雑草が生えたり虫がつきやすいだったりっていうのがあったり、あとは毎日水あげが必要だったり、あと土だと土の手入れが必要になってきます。ですが、水耕栽培では室内で行うこともできるので、一切雑草も生えませんし、あとは虫もつきにくい、水替えの頻度が少ないで、土使わないので手入れがないっていうところがとてもいいポイントだと思います。で、最後に、その無農薬で安心安全な野菜を育てられるってポイントなんですけど、先ほど言ったように、その虫とかの発生がほとんどないので、雑草も生えないので、農薬を使わずに野菜が育てられます。ですので、美味しくて安全なお野菜が育てられるので、水耕栽培にはとても魅力があるかなと思います。で、この水耕栽培を行う上で、アイテムが何が必要なのかっていうところを次はご説明します。で、最低限必要なものとしては大きく3つあります。キットとなる容器と、あとは培地っていう種まきをするようなスポンジだったり、ハイドロボールだったり、ボラ土っていう培地があります。で、次に、液体肥料が必要になります。あると便利なアイテムとして、植物育成ライトと、あとは野菜も呼吸をしているので、根っこに空気を与えるためのポンプだったり、あとは活性剤ですね。野菜をとても美味しくするために、そういった活性剤をプラスアルファであると、とても便利なアイテムになります。で、こちらのプラスアルファのアイテムについては詳しくは別の動画でお話しますの で、次に、必要なものとして3点ある、容器、培地、肥料が必要と言ったんですけど、その中の容器の選ぶ注意点として紹介していきます。で、こちらが容器になるんですけど、IKEA の方で購入した容器になります。で、こちらのようにちょっと深さがある容器を選ぶと、水耕栽培はしやすいかなと思います。なぜなら、その水をあげるときにちょっと薄すぎると水あげの頻度が上がったりするので、こういった深い容器を選ぶと長く水も持ちますし、手入れもとても簡単に楽になるかなと思います。で、
次に種まきと定植についてです。いろいろ方法があるんですけど、ハイドロボールだったりボラ土とかで行う場合はもうハイドロボールを敷いてその上に種まきをして水を霧吹きとかで上からかけてあげると2日3日後ぐらいには発芽してきますので、そのまま栽培していくだけです。あとはこういったスポンジパイチって言ってスポンジに種まきをする方法があるんですけど、このスポンジをあのトレーなど薄いトレーなどでもよろしいですし、こういったトレーに水を入れてこのスポンジに水をたくさん含ませて種まきをすると2日3日後に芽が出てくるので、そしたらもう種まきは完了になります。で、芽が出てくるとスポンジ培地の場合だとですね、下の方から根っこが出てくるので、根っこが出てきたら定植していただくと完了です。次に液体肥料の作り方についてです。液体肥料は2液式とか1液式っていろいろあるんですけど、こちらは1液式の肥料になります。でこういった1液式の肥料の場合だと後ろの方に、希釈倍率っていって水に溶かす倍率が書かれてますので、こちらの場合だと2リットルの水に 10cc ほんのちょっとだけ入れるだけで野菜の栄養分として機能するので、それだけで完了です。でいろいろ説明していったんですけど、水耕栽培で必要なこととしてはこちらになります。水耕栽培は水自体には栄養素がないので、野菜を育てるための栄養素がないので、こういった液体肥料などで栄養を補っています。太陽の光だったり室内の光が届かないところでは植物専用のライトとかがありますので、そういったもので育っていくっていうイメージになります。で培地についてはスポンジ培地だったりハイドロボール、ボラ土とかいろいろ種類ありますので、そちらもあのお好みで入れやすい方法でよろしいかと思います。水耕栽培でとても重要なポイントがありまして、水耕栽培では光と肥料ですねがとても重要なポイントです。で光についてお話していくと、太陽光がすごい入る部屋とかでしたら太陽光で育っていくんですけど、光が弱すぎると徒長って言って広く育ってしまうんですよ。写真が出てると思うんですけど、このようにあの LED ライトでもあの2種類の差が出てきますので、しっかりライトを選んでいただく必要があります。で次に養液についてです。こちらもとてもあの美味しい野菜を作るために必要な部分になるんですけど、我々人間と同じように植物はこの溶液、液体肥料と水を混ぜた溶液っていうものを食べて体を作っていってるので、溶液っていうものはとても大事になります。で肥料に関しても植物を緑にするものだったり味を美味しくするものだったり成長を早くするものとかいろいろなんか種類があるんですけど、野菜にはちょっと味もとても大事になると思うので、そういった味だったり成長シャキシャキするような全体的にバランスのいい肥料を選ぶことがとても大事だと思います。そういった意味ではこちらの、お家の野菜っていうのは野菜に特化したバランスのいい肥料になりますので、とてもおすすめの肥料になります。でこちらの液体肥料につきましては別の動画でも詳しい説明してますので、よかったらそちらもご覧ください。で他には、この光と栄養分があることによって藻が発生するっていうこともあるので、藻が発生しすぎると野菜に行く養分が藻に奪われてしまって野菜がうまく育たないっていうことがあるので、定期的に掃除してあげるといいかなと思います。で次に重要なポイントとしては風通しです。で植物も我々人間と同じようにぎゅうぎゅうに詰められてると密集してるととても苦しい状態にはなるので、風通しを良くしてあげて野菜同士の間を空けてあげて栽培してあげるととてもいいお野菜が作ることができます。あとは夏とかとても暑い部屋とか密閉された部屋とかとても暑いと思うので、そういったところでは換気とかでもよろしいですので、直接風は出ずに軽く風が当たるくらいで調整してあげると風通しを良くしてあげて結果的に美味しい野菜が作ることができます。いろいろ重要なポイントとか説明してきたんですけど、それぞれのお野菜だったり季節環境などによって育成方法だったり収穫時期などは異なるので、何かございましたらご質問ください。
今回は水耕栽培で家庭菜園を始めたい方のためにいろいろ水耕栽培のことについてだったり、水耕栽培に必要なもの、栽培するために栽培していくときに重要なポイントなどをいろいろお伝えしました。必要なものだったりのアイテムについてはこちらの水耕栽培専門店エコゲリラで販売してますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。今回は最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネル動画が良かったなと思ったらいいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまたお待ちしてます。